白かったですね。お二人とも楽しんでました。さあ、二組のネタが終わりました。第3回東宝 M1 グランプリ頂点に輝くのはどのコンビなんでしょうか。最終審査発表です。皆様、かなり悩まれたと思いますが、審査員の皆さん、一番面白いと思った一組のボタンを押してください。どうぞ。ファイナルジャッジ。はい、皆さん押し終わりました。それでは参りましょう。第3回東宝 M1 グランプリ最終審査を開票してください。どうぞ。みこみこスパーク、みこみこスパーク、テイコーリン、テイコーリン、ここまでは同点です。さあ、小野塚小町さん、みこみこスパーク、優勝はみこみこスパーク。おっしゃー、ありがとうございます。おめでとうございます。やっぱダメか。はい、では審査員の先生方も前にどうぞ。前の方へどうぞ。それでは早速表彰式に移りたいと思います。まずは審査員を代表して、四季英樹様代行、小野塚小町さんより優勝トロフィーの授与です。はい、おめでとう。うわ、重っ。ありがとうございます。はい、続きまして、優勝商品主人公の授与です。優勝商品の主人公が守屋諏訪子様より手渡されます。これ持って帰っちゃダメ。ダメです。じゃあ、はい、おめでとう。ありがとうございます。はい、これで一段落。改めて優勝していかがですか。はい、まあこれで安泰ですね。あら、まだあれですね、緊張が解けたら一気に余裕が回ってきましたか。あー、そうですね。でも来年からもっと活躍していこうと思います。借金の返済も。うん、そうですよ。皆さん、初詣はぜひ白麗神社にお越しください。あー、それも優勝であやかったお賽銭もザクザクですよ。でも私が全部取るんだけどね。ほらーほらー来てますね。はい、お賽銭箱も厳重な防犯装置つけてですね、備えていただきたいと思います。はい、では改めて優勝したみこみこスパークにもう一度盛大な拍手をお願いします。はい、おめでとうございます。では審査員の先生方、ヤクモランさん、いかがでしょうか。はい、やはりいいですね。またあそこに立ちたいなと思いましたね。ジェン、はい。そうですか。あ、では矢坂かな子さんは、明日元旦辰の刻より、あ、守谷神社にてセミナーを開催します。ゲストには牛鬼使いの神カルラ氏を招いてのスペシャルトークショーを始め。ちょっと何よババアあんた、しまいには殺してやろうか。本当に、いやいや、どさくさに紛れて何の宣伝してるんですか。いいじゃん別に。明日、タツノコクよタツノコク、カルラ来るよカルラ。まったく。では守屋諏訪子さんは。うん、よかったですね審査もいいですけど、漫才もやってみたいなと思いましたよ。帽子がすごいことになってますけど大丈夫ですか。ああ、まあこっちが私の本音かな。わかんないよ、どんな本音だよ。ケロ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 ケアスロケクノロケキヨ。これでも神様ですからね、この人は。はい、では伊吹スイカさん。スイカさん。はい。いかがでしたか。皆さん大変面白くて感心しました。あの、どうしたんですかスイカさん、なんかおかしいですよ。お酒が切れたんですよ。あ、なるほど。スイカ、これ飲む。青汁、リグサの青汁。え、さあ飲んで飲んで。え、新築の和室の味おいしいよ。いや、畳はちょっと。え、あたいの青汁飲めないのか。さあさあ飲んで飲んで、新築の和室に入ろうよ。これは珍しい絵ですよ。なかなか見られない光景ですね。はい、審査員の先生方もありがとうございました。ありがとうございました。第3回東宝 M1 グランプリ優勝はみこみこスパークでした。第4回に期待しましょう。それでは皆さん、さようなら。